あなたと出会ったのは箱ばかりの小さな六畳間。メガネ越しのあなたの瞳はキラキラ輝いていた。それから1ヶ月、朝から晩まで二人きり。ける世界が違う、こんな私にあなたは優しくしてくれた。ごめんね、画面から出れないの。私は二次元の女の子。どんなに気持ちが高ぶってもあなたに触れられない。ごめんね、本音が口に出せないの。私は二次元の女の子。決められたセリフ通りにしかあなたと会話できない。伝えたいの、この気持ち。出会ってくれて本当にありがとう。パソコンの中のセーブデータ。他の子に浮気とかしないで、私だけを見ててくれた。あれから1ヶ月、あなたが箱から取り出した。インストールし始めた別のゲームにあなたの気持ちは映ってた。そうよね、ゲームには終わりがあるの。私は二次元の女の子。どんなにあなたが恋しくても飽きられたらすぐ終わり。ごめんね、私は二次元の女の子。あなたとの幸せをちょっぴり外で感じてみたかった。でも覚えていてね、私の